ザ・不可算名詞の数え方というわけですね。もちろん不可算名詞というのは数えられない名詞ということなんですね。ワインとか、あるいはカフィ、あるいはウォーター、決まった形がなく数えられないよというわけですね。でもこうしたものもですね、やはりある程度ですね、カウントしなくてはいけない場面っていうのはあるわけです。例えば水一杯くださいみたいなですね、まあそうした状況です。さあ、どうやって数えるのかというと、容器や形状、量や重さの単位でカウントしていく、このテクニックを一つ学んでおきましょう。 A からいきます。 Could I have a cup of coffee? コーヒーを一杯いただけますか。コーヒーは普通はカップで飲みますよね。したがって A cup of と言って一杯のというのをつけて数えるわけです。 B いきましょう。 Two glasses of water please. 水を2杯お願いします。水は普通はグラスで飲むわけですよね。したがって Two glasses of water、 これで数えることができるわけです。さあ、 C の文いきましょう。 You ate four pieces of cake? あなたはケーキを4つも食べたのという文ですね。ケーキというのはですね、基本的にその大きさはですね、まあ決まってないわけです。そしてそのカットしたその一つをピースとここでは呼んでいるわけですね。さあ、a piece of, four pieces of、 まあこうした言い方でケーキも数えることができるようになるというわけですね。この a piece of、 まあこの数える方策、これはですね、非常にですね、重要なフレーズなので、解説のところをよく読んでみてください。